三男地域のお店をご紹介する伊勢番。今回は鯖江市で刺繍加工を行う渡辺産業の直営店、刺繍生地のお店トライアングルにやってきました。渡辺産業は昭和46年創業、今では2代目の渡辺秀幸さんを中心にスパンコールや糸、布テープを刺繍したり、受注生産だけでなく個人向けにもアイロンワッペンなどを製作したりと、お客様の要望に応えるべく刺繍の技術を日々磨いています。どのような思いでこのお店をオープンさせたんですか？はい、うちの会社はもともとスポーツウェアのワンポイントから始まりました。で、そのうち時代の流れとともに、女性のファッション関係のアパレルの仕事をこう増やしていきまして、でその中で、いろんな技術が蓄えられたものを、一般の方にこう広く知っていただきたいなということで、この店を立ち上げました。渡辺産業直営店トライアングルでは、渡辺産業が企画・製造した刺繍生地を販売。幅広いオリジナル商品を取り揃えているため、他とは違う手芸用品を求め、初心者から上級者まで愛好家が集まります。はい、どうぞこちらです。はい、これが、50センチカットの、はい、キルト生地です。で中にまた穴が入ってますので、カバンとか、のいうものにも、お使いいただくことができます。はい、柄は約30柄、色は10色ぐらいの展開で販売しています。何か気になるものありますか？このハートの柄がすごい可愛いなと。あ、これですね。はい、ランダムな感じ。はい、色もすごい素敵ですね。あ、うん、当店でも一番売れてるのが、はい、こういうハート柄です。で、まあ、で綿の生地を中心に、はい、このような刺繍ですね。はい、あのお子様の猫ちゃんバッグにしても可愛いですし、可愛いですね。こういうハリネズミ、可愛いね。で色もいろいろ展開してますからね。はい、ぜひお楽しみいただけると思いますね。こういう生地が欲しいっていうのがあったら、うんうんうん、作っていただけたりもするんですか？そうですね、それはどんどん作ります。で逆にそういうお客様の声をいただいて、品数もどんどん増えていきますし、うん、逆に我々もそういう声が聞きたいというのが本音ですね。はい、はい、それではこちらですね。はい、アイロンワッペンと、はい、あとモチーフのコーナーです。はい、たくさん種類がありますね。そうですね、これもね、いろいろありまして、やっぱファッション的なところで言うと、こういう靴の、あ、すごい、これもアイロンでこう作りますから、くっつく、はい、手軽にどこでも作ります。洗濯にも強いですからね。すごい、はい、これからこれも増やしていきますから、いろいろ楽しんでいただきたいなと思います。そうですね、迷ってしまいますねこれもすごい、これですね、ゴージャスで、うん、これもうちの加工技術で、はい、コード刺繍という技術です。コード刺繍、初めて見ます。こういうものを服につけたりとか、うん、うん、いろんなものにつけていただいて楽しんでいただきたいなと思いますね。たくさん可愛い種類があって、はい、普通の手芸屋さんでは置いてないようなものがたくさんありますね。そうですね、結構上級者の方も、お店に来られますので、珍しいもの、そういうものを、要求されますので、今後もね、うちの技術を使ってこういうモチーフ関係もたくさんラインナップを増やして、お客さんにぜひ楽しんでいただきたいというふうに思っています。ゆうのここに注目。トライアングルでは現在ウェルカムボードの制作も開始。いろんなパターンを増やそうと試作を繰り返しています。刺繍のぬくもりで記念日を彩ってみてはいかがですか？トライアングルではネットショップも精力的に展開。5400円以上のお買い物で送料無料など、まとめ買いには嬉しいサービスも。ぜひご利用ください。刺繍の生地をたくさん取り揃えていますので、ぜひお気軽にお越しください。待ってます。